ムハンマド・サイード・ア・イコール・サ・ハーフ。ムハンマド・サイード・カーズ・イム・ア・イコール・サ・ハーフ。マハミド・サイイド・コジーム・アル・ソホフ。1940年代は、イラクの政治家、外交官、官僚。アラブ人。深夜ハイスラーム教徒。バーストーイン。イラク戦争時、情報省として、海外のメディアに対して、連日記者会見を開き。 イラク発表の公式情報を提供、一躍世界的に知られる存在となった。戦争末期の高等無形な会見内容から、欧米メディアでは、コミカルある、バグダットボブなどと呼ばれた。英語では、マハミド・ソド・アル・ソホフ、または、アル・サハフ、日本語では、アル・サハフ、または、サハフと表記されることが多い。サードゥン・ハン・マーディと共に、 スンニハシ配色の濃い不院政喧嘩で徴用されたシーア派教徒として知られる。バグダードの南方、カルバラ近くのヒルッダ生まれ、バグダード大学卒業。バグダード大学でジャーナリズムを学び、英文学習志望を取得。在学中の1950年代後半から、反アラブ主義運動に共鳴、バース等の活動に参加。バグダード大学卒業後は、 党活動の傍ら、サーマンラーで中学の英語教師の職に就いていた。1963年、カーアシム政権打倒のクーデターに加わり、功績を認められ、バーストに入党。1968年7月のクーデターに際し、軍のラジオ局制圧の任を追い、クーデター後には声明を発表するなど、スポークスマン的な役割も果たしている。 その後、イラク国営放送の技術制作局長に就任。当時のイラクのテレビラジオ局は、カーシム政権下で、イラク共産党の影響下にあったため、就任後は、共産党色の一層とバース主義の徹底を図り、その一環として厳しい言論、メディア統制を行った。一方、放送技術の近代化と職務の効率化に努め、成果を上げた。ただ、効率は、 非常に向上したが、彼自身の激しやすく非常に短期な性格も影響し、職場環境はあまり良くなかったと当時の部下がアラブ氏に語っている。また、局長自らインタビュアーを務めたり声明を発表するということもあり、テレビ局長という役職は後の仕事へとつながる彼の原点であるとも言える。 1974年には、イラクメディア研修団の一員として来日し、NHK で放送技術の研修を受けたことがあり、日本と NHK に交換を抱いていたと言われる。1974年、中インド大使に任命され、続いて、スウェーデン、ビルマ、国連、イタリアなどの各国駐在大使、外務次官などを歴任。1980年代前半には、 アメリカ政府との交渉にも参加しており、外務次官だった1983年には、レーガン政権特使、ドナルド・ラムズフェルドのバグダード訪問を、アメリカ国務省と調整する、イラク側の窓口役を務めている。1987年から1990年に、かけて中イタリア大使を務め、当時の在ローマイラク大使館が、イランイラク戦争中に潤沢な資金を得ていたことも、あり、 イラクで最も成功した大使の一人とされていた。1990年8月のクウェート侵攻は中イタリア大使在任中に起こった。その後バグダードに召喚され、1991年3月23日、サードゥーン・ハンマーディ内閣の外交担当国務大臣として入閣。そして百九十二年七月三十日にムハンマド・ハムザイコールズバイディ内閣の 外大臣に就任した。在任中の仕事ぶりは午前8時30分に登庁し午後4時に退庁。その後、再び午後7時に登庁し、午前1から2時まで仕事をするという非常に熱心なものだったという。湾岸戦争後の困難な状況の中、イラン、シリアとの関係改善をはじめ、中国、フランスやアラブ諸国訪問、国連外交を活発に行い、 経済制裁によるイラク国民の窮状や劣化ウラン被害を訴えるなど制裁解除と米英軍によるさらなる攻撃を回避すべく努力を重ねたが国連査察団の受け入れ拒否や査察妨害を理由として1998年12月17日には米英軍によるバグダード空襲空爆後の会見で彼らこれを砂漠の狐作戦と呼ぶが実際には アラビア砂漠の圧巻作戦だと非難したを受けるなど、目立った成果は挙げられなかった。2001年4月、突如、外省を更迭され情報省に移動。外省更迭と情報総移動については、直前に行われたアラブ連盟会議での失敗による隕石とみられているが、一説には会議の議題を、イラクに対する経済制裁解除問題に絞ること、もしくはパスチナ問題を、 優先議題とするようにというサッーム、フセイン大統領の意向に沿った議題のリードに失敗したことが大統領の怒りを買ったためであるとも報じられている。このアラブ連盟会議では、米英が定めた飛行禁止空域に対する爆撃の停止と、経済制裁の緩和という決議案を全会一致で、得ながらも、決議案採択との引き換え的にイラクに求められた、 クウェートの主権承認と領土に対する安全保障の確約を拒否したために決議案採択は見送られた。結果イラクはアラブ連盟からの協力姿勢を自ら拒絶した形になり、クウェートはイラクの一部であるという湾岸戦争時の主張を崩さなかったことから他の連盟加盟国に不信を抱かせるという外交的損失を招いた。このアラブ連盟会議での失敗の原因は、 政府指導部の統一性を欠いた指示に由来するものであり、決定権を持たなかった、サッハーフ一人に責任を期することは、実際には妥当ではないとも言われる。しかし、外相公鉄後直ちに情報省に任命されており、この件が彼の政治生命を断つものとはならなかった。後にサッハーフ本人はこの移動について、公鉄ではなく、通常の人事移動が行われただけ、 とアブダビテレビの番組内で述べている。また、大統領の長男ウダイ・サッターム・フセインは1990年代半ばから、バーストを幹部批判を強め、ターリク・ミハイル・アジーズ前外相と共に、外交部門の非難の対象としてきた、サフハーフを列に批判する記事、ウダイ自身が執筆したと言われるを自らが主催する、バービル紙に掲載した直後に外相を更迭されたことから、 ウダ大の意向が働いたためとも言われる。ちなみに、情報大臣就任直後に、バービルが身を一時発禁処分にするという、医師会士的な措置をとっている。外相としての彼の評価については、前任者のアジーズと被験して力不足であったという、ものが一般的で、特に、アラブ連盟会議での外交官らしからぬ直接的で、鋭いものいいや、月光し声を荒らげるといった態度が一部、 アラブ諸国の外相の不評を買い、かんばしいものではない。公認外相にナージ・サブリーが指名された際、ナージ・サブリーの二人の兄が反政府活動で投獄され、内カズトが処刑されていることを挙げ、強い懸念を表明したと言われる。2002年11月には、イラクの大統領特別大使として、インドに派遣され、攻撃回避のための協力を求めた。 2003年3月20日、米英主導の連合軍による攻撃が開始されると、自国軍事力の圧倒的劣勢を挽回する唯一の望みとして、世論に訴えるため、国営テレビ局長時代から培ったプロパガンダの担いとしてのスキルを存分に発揮した。特に、欧米メディアを強く意識した情報戦を展開、会見の最初の質問は、英語で行うように強く要請していた。 湾岸戦争時の全面的とも言える取材規制とは、スタイルを変え、積極的にプレスを招いて、会見を開き、インタビューにも応じ、政府が取材させたい場所へ記者を連れ出して限定的に自由取材を許すいう、情報消バスツアーと称された取材規制を行った。大統領声明の代読も言ったほか、アラビア語で自国民やアラブのムスリムに対する呼びかけを行い、 全体の指揮の公用に努めた。サッハーフの発言は、イラク戦争時に、海外のプレスに対して、バグダードのパレスチナホテル前で、記者会見を連日行った、サイの発言が最も有名であり、世界的に注目を集めた。圧倒的に、米軍優勢の中、米軍を残らず撃退し、バグダード周辺には、米兵は一人もいないと強弁し、そのシュールで、 口頭無形な内容からコミカルアリと呼ばれるに至りた。これは化学兵器を使用したとされる元国防省のアリー・ハサン・アルイコール・マジードのニックネームケミカル・アリーをもじったものである。流暢な英語で西欧メディアに対処する一方、アラブ民族のシンパシーを獲得するためアラビア語の衛星チャンネルにも積極的に出演した。アラビア語を駆使した彼の弁舌に 胸のすく思いをしたアラブ民衆も多く、爆発的な人気を獲得。彼の用いた、オルジ、またはルーチ、不信人者、ヒルノイと言われる。米英軍を指した言葉という単語は、アラビア語圏で一大流行語となった。このため、アブオルジと呼ばれる。2003年4月8日、ついに米軍がバグダード市内に入場。米軍の戦車が市内をパトロールする中、 パレスチナホテルに姿を現し、もはや誤魔化すことのできない敗北を迎えつつある中でも、アメリ人の戦車は一つ残らず自爆し、敗北するであろう。負けるのは奴らだ。負けるのは奴らなのだ。と共弁を続けたが、これが情報大臣としての最後の会見となった。英語に翻訳された彼のアラビア語での発言は、アラブ特有の比喩や遠曲表現。 コアラビア語を用いたものであったため、キーな表現と受け取られがちだが、アラビア語圏では、アラビア語を再認識する契機ともなった。世界的に、戦争後期の発言の高等無形さが話題となり、コメディの対象として扱われるに至ったが、プロパガンダ機関の大臣として、情報戦争を戦ったという観点から、限られた機材と影響力の中で善戦したと評価する声もある。また、 大統領や他の政権幹部が姿を見せない中で事実上、イラク共和国政府の生態が存在している。証明として、会見を続け、職務を全うした姿勢に対して、多少の敬意と同情を寄せるアラブ市民もいる。ただ、彼の勇ましい発言と、強気な姿を無力感と閉塞感の裁け口とし、アラブ民族としての高い誇りを感じてさえいた人々、とって、 あっけない敗戦から受けた衝撃と落胆は大きく、政権崩壊後は格好の冗談のネタにされた。開戦前から完成報道ということで、情報省の発表はバイアスのかかった目で見られていたが、当初の質疑応答ぶりは、米軍や欧米メディアの誤りを即座に訂正、分かり次第答えるとした質問にも次の会見で必ず返答するなど的確なもので、 それなりの信頼を得ていた。しかし、イラク軍は開戦直後に指令系統や主な軍需施設を喪失しており、敗戦は決定的であった。そのため正確な情報の把握は困難であったと推測され、戦闘終盤にはおそらくサテアムフセイン大統領とも連絡が取れていなかったとも言われる。終盤の会見のほとんどは彼独自の判断によるものであろう。 次第に強気な姿勢と、レトリックだけの空想で、非現実的な内容ばかりの会見になり、時には疲れた様子でうなだれる姿も見られた。情報大臣である彼にすら情報が全く入らず、もう何も言うことがない。昨日と同じことを話すしかないと、毎日悩んでいたという部下の証言もあり、その困難な任務の重圧の大きさがうかがい知れる。一方、その発言内容から欧米、 アラブ地域でカルト的人気を獲得し、ジョージ・ W ・ブッシュアメリカ合衆国大統領は、NBC テレビのトム・ブローコーの取材に、情報大臣の会見が始まると何を置いてもそれを見ていたと明かし、彼、サフハーフは最高だと評した。アメリカ、ドイツ、エジプトでファンサイトが立ち上げられ、話題となり、エジプトでは、私はサフハーフではないというコメディ映画の題材となり、 アイルランドの航空会社ライアネア社は新聞広告に戦中のサフハーフの写真と発言を使用。イギリスでは彼の発言を利用したダンスミュージックが制作されたほか、アメリカのヘレビルダーズ社がサフハーフを模したアクションフィギュアトーキングバッジドドボップを29ドル95セント発売したところ、24時間で1万6六千体の売り上げを記録するなど、戦争の実装とは、 かけ離れたような事態も生んだ。2003年4月18日、イラン国境に逃れてきたイラク難民の話として、バグダード陥落直後に首吊り自殺をした、とイランの通信社に報じられたほか、除装して、スラム街に潜んでいるなどの憶測が流たが、その後、クルド人組織プック関係者の話として、サフハーフは一時モースルへ逃れた後、バグダードのおばの家に身を寄せ、 身柄保護を求めて米軍に投稿を打診中と伝えられた。6月25日、彼がバグダード市内において逮捕されたとイギリスのデイリー・ミラー紙が冗談ではありませんとの注意書きを添えて伝えた。その翌日、アラブ首長国連邦の衛星放送局、ドバイのアルイコール、アラビーヤとアブダビのアブダビテレビがインタビューに成功。 豊かな黒髪はわずか数ヶ月で全て白髪に変わり、やつれ果てて、かつての狂弁も聞こえなくなった衝撃的な姿が、配信され、かつての彼を知る人々を驚嘆させた。そこで彼はついに自軍の敗北を認め、逮捕ではなく投降であり、2から3時間の尋問の後に釈放されたと述べた。イラク戦争の是非、新イラク政府については、歴史が語るとして、名言を避けたが、 解雇録の執筆を示唆した。また、このような状況下で、情報大臣を務めたことについて、後悔はしていないと言明した。イギリス BBC 放送のジョン・シンプソン記者が、A 氏デイリー・テレグラフに寄せた記事によれば、サフハーフは米軍への投降を望まず、イギリスへの政治亡命を希望していたという。7月11日、アラブ首長国連邦のザ・アイドビニーコールするターン。 アールイコールナヒアーン大統領、当時の長男、ハリー・ファビンイコール、ザーイド・アールイコールナヒアーン皇太子、当時の用意したチャーター機で、家族と共に、アブダビに移住。バグダード国際空港からアブダビに向かう機内で、同行した、アブダビテレビのインタビューに応じ、ザーイド大統領への感謝を述べると共に、バグダード帰ることはできないと思うと述べ、アブダビ滞在が、 長期にわたるものになるとの見通しを示した。家庭では、妻とすでに成人し結婚している次男カズメがある。孫もおり、6月26日に行われたあるアラビーヤ、とのインタビューで、政治活動からの引退を示唆し、家族が私の心を満たしてくれる。これからは、家族と過ごす時間が人生の大半となるでしょうと語っている。2004年末に、 イラク新政府への身柄引き渡しを逃れるため、リビアへ移住したとする説もあるが、現在もアブダビで家族と共に寄生を送っているとされる。2003年7月25日にサタームの二人の息子が米軍に殺害されたことについて、アブダビテレビのインタビューに応じ、二人は武装闘争の指揮者ではないと断言し、二人の殺害が反米武装闘争の収束には、 寄与しないという見解を示した。また、彼らの不貧乏な振る舞いが、結果として党からも、政府からも、人身を離れさせてしまったと話し、確執が伝えられていた大統領の息子に対する、思いの一端を覗かせた。9月18日から、アブダビテレビで、サッハーフの戦争、と題された前5回にわたる、インタビュー形式の番組が放送され、 戦中の自身の行動などについて語った。その中でバグダード防衛計画を失敗と非難し、決して辞任や国外退去をしようとはしなかったサッタームについて批判気味に語ったが、司会者がサッタームを元大統領と称するのに対し一貫して大統領と呼んだ。戦中に会見で発表した情報の角度について全て信頼できる。 情報源から寄せられたものだったが、情報が正確なものかどうかを確認する術がなかったと話し、国防大臣だったスルターン・ハーシム・アフマドアイコール、ターイ・中将との関係について問われた際には、あまり親しくない同僚と答え、軍と情報省の連携が良好でなかったことを、におわせた。また、南部で行われたとされるシーア派住民の大量虐殺について問われ、 責任者は罰せられなければならないが、それには確固とした証拠が必要だと述べ、深くは語らなかった。自身の現在の立場について問われた際には、私は党と共にあると言い,い、バース党に対する変わらぬ忠誠を示した。12月14日のサッターム・フシーン拘束について、アブダビテレビに対し、拘束は時間の問題だった。 驚くには当たらないが、彼が戦わずに捕まったのは驚きだとし、彼は捕まるよりは死を選ぶと思っていたと語り、イラク戦争中の最後の閣議で、サッタームが閣僚に対し、投降は禁ずる。捕まるくらいなら、抵抗し、自決せよと命じたことを明かした。しかし、自身を含め、この言葉を忠実に実行した大臣は一人もいなかった、自決した幹部は一人もいなかったが、 サッダームの二人の息子と政権二のイッザトイブラーヒーム革命、指導評議会副議長はそれぞれ米軍とイラク新政府との戦闘で死亡している。なお、イスラム教では自殺は禁じられている。またサッダームに対する裁判は報復ではなく公正に行われるべきで、証拠によってのみ罪は示されるべきだと述べた。これ以後、彼の発言は伝えられていないが、時折、 アラブメディアで同性が報じられる。2004年4月、後に、プレーム事件へと発展する、2002年に、イラクがニジェールからウランを購入したとされる情報の調査に当たった、元中華ボンアメリカ大使ジョゼフ・シー・ウィルソン四世が、著書ザ・ポリティクス・オブ・トゥルースの中で、2004年1月に、再度ニジェールを訪れ、1999年に、イエローケーキに強い関心を持っていた、 イラク人ビジネスマンと接触したという情報をもたらしたニジェー政府の役人と再び会った際イエローケーキを欲しがっていたイラク人ビジネスマンはサッハーフ情報賞だったと知らされたことを明かした2007年1月9日 ALARAB.NET の情報としてあるアラビーヤなどでサッハーフはすでにイラク戦争中の行動やウダイ・サッター・ムフセインとの確執 対イ,イラン外交などについて綴った回顧録を書き上げているものの出版時期は不明との報道がなされたが本人への確認はなされていないバース等に近い消息筋にはサフハーフの回顧録は有用でもあるが様々な人々の怒りを引き起こす可能性があるため日の目を見ることはないのではないかという見方もあるイラクのお尋ね者のトランプカードにはサフハーフは含まれなかった 2009年4月16日、イヤード・アン・ラーウィー政権下で中エジプト大使を務めた、女性人権活動家サフィア・ターリブ・アリーアイコール、スハイルが、彼女の父親で、1994年に、ベールートで暗殺された、ターリブア・アイコール・スハイルア・アイコール・タミー・ミー殺害に、当時外相だったサフハーフが関与していたとして、イラク特別刑事裁判所から殺人罪で逮捕状が、 出された発表したが、イラク政府からの正式な確認も否定もなされては、おらず、サフハーフ本人も、この件についてのコメントは拒否している。2014年11月5日、サフハーフが重病であるとして、病床の彼と家族を撮影したものとする動画が、SNS を通じて拡散し、一部メディアでも、報道された。しかし、サフハーフ本人が別の報道機関の取材に応じると、 共に al-basrah.net 上に全く健康であるとの声明を発表し、病気説を一周、ビデオ映像については悪意ある行いだと不快感を示した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。